それでは今日の問題を解いていきましょう。大変久しぶりの更新になってしまいましたが、久しぶりなのでちょっと手慣らしに割と簡単な問題でいきたいと思います。ルートの中がですね、2223の2乗引く8888となっているような、まあこんなルートの計算をしていきます。まあルートの中がね、こうなるってことに気づけばまあ解決なのかなと思いますが、2222足す1の2乗を引く4×2222、こんな風に2222っていう数字を使ってうまく書き表してあげるとわかりやすいです。で、ここでわかりやすくするためにX を2222とするとですね、こんな風に式が整理できます。 X プラス1の2乗引く 4X という形ですね。これ、展開して整理を進めていくと X2 乗プラス 2X プラス1引く 4X ということで、ルートのX2 乗マイナス 2X プラス1、これもう一回因数分解してあげるとルートの中は X マイナス1の2乗になるんですね。なのでここまでシンプルになったらもう一回代入して数字に戻してあげます。そうするとルートの中は2221の2乗ということになるので答えはですね、非常に簡単ですね。2221という風になるわけです。いかがでしょうか？まあ、高校入試ぐらいの計算問題かもしれませんね。まあ、とても久しぶりの更新になってしまったんですが、また定期的に更新できればなと思っていますので、よろしくお願いします。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。